はい。我が輩は、もーちゃんである。もーちゃん。もーちゃん。ちっちゃいゲージの縁かな、この子。どうやねんの。そういう声もありましたね。余計なんか暴れて逃げそうやから、この長いのにしてるんやけど、どうやろうなぁと思い持って。どこときそうなのもいけない。もーちゃん。もーちゃん。もーちゃん、どないしたらええのやら。まあ、いろいろね、やってみて、ね、どれが一番ええか、わからんけど。ね、もーちゃん。あれ誰や。あ、ちゃちゃくん。ちゃおうか、ちゃおうか。飛びつくっていうやつ、ちょっとやってみよう。昨日いただいたね、これ飛びつくんだけど、やってみましょう。どうやろう。ちょっと待ってね、もーちゃん、もーちゃんにってくれてるやつな。おいで、おいで。これ開けたら上行くのよ、不思議な子。うん、いきなりご飯からやってみます。おいしい。にゃん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 で久々言うてるやん、お前。どう、おいしい。噛んでけんかな。ここまで来たらちょっと不安になってくるんですよ。今構えた本気紙ショールかね、これ。レオちゃんにひどいかもわからんから。美味しいか。意外と美味しいかもわからんね。ね。どう。怒ってんね。やっぱり怒ってんね。ね。さあ、それでは、あ、もうちょっと動くの。はいね。今日はご飯やって。おいで。こら。なんでそうなんすんや。お前、地震来たらどないすんや。逃げられんぞ。どっかに挟まっててもお前、助けられんで、そんなしてたら。おいで。どうすん、そんなしてたら。ポンさんも連れていかれんで、そんなしてたら。なんかあっても。お前のためにもやってんやで。ほら、下行った。はい、もーちゃん。ありなさい。うん。なんでそんな怒ってんの？いつも。どうすん？地震来たら。そんなしたらお前、連れていかれんで、ほんまに。な、そのためにもな、慣れなあかんねん。な。人間と一緒に住むいうことはな、そういうことやねん、もーちゃん。わかるか？なあ。なんやねん、ほんまに。うん。はい。噛んでる。もーちゃん。これはいけてね、これはあかんのですよ、ほら。あ、いけた。もーちゃん。地震来たらどないすんの？なあ。ね、今日、ね、電話でもちょっと、俺の電話ちょっとさせてもらった時に、むーちゃんの話しとったけど、この子は、ね、ほんまに倒れててもね、シャー言ってたんですよ。だから、ほんと嫌いなんかな、人間。あの状態でね、シャー言うてるいうことは、やっぱよっぽど嫌なんやろな、お前。けど、慣れんかったら、そういうんやで、お前。なあ？はい。怒るよ。な。どうすん？地震来たら。そんなやつ連れて行かれんで。
どっか挟まってても。どうすんの？そんな噛んでたら。姉ちゃん待っときよ。こう。あ、怒った。やっぱ怒んねえ。なんでこうわかんの？あ、いける。はい、紙や。何もしてへんやろ、ポンさん。お前噛んでも何もしてへんやつやで。慣れなあかんだよ、お前、加減。そんやで。な、うん。何の成長もない。30日経過するところです。ねえ、むーちゃん。もう30日近いでも、1ヶ月。何もないやん。はい。慣れなあかんで。な。わかった。ね、今日もここまでしときます。